自由とナポレオン、外観上相反するその二つは実は一体の神に祀られるべき運命にあった。フランスの民衆はその前に帰敗した。彼らのうちにおいてその二つはあるいは矛盾し、あるいは一致しながら常に応用たる潮の流れを支持していた。そして彼らの周囲には古き世界の伝統があった。伝統に対する奉仕者らが、神聖同盟の協力が。けれども彼らの心の奥には、パリの裏長屋の片隅には、自由とナポレオンの一体の神が常に祀られていた。1830年7月の革命は、また1832年6月の暴動は、そこに潜んだ潮の流れの表面に現れた一つの波動に過ぎなかった。